オーサンビット衛星コンステレーションは通信と遠隔地からのデータバックホールのために構築された衛星コンステレーション。2013年6月25日に最初の4機の衛星が打ち上げられ、2014年にはさらに8機が打ち上げられた。20機まで拡大する計画がある。オーサンビットネットワークが衛星群を保有しており、2014年3月に運用提供を開始した。 衛星は 8063km の赤道上の中軌道に展開されており、当初は時速 18,920km 程度の速度で1日に地球を募集していた。衛星群は現在軌道上で運用されており、4機ずつ打ち上げられた12機の衛星からなる。最初の4機の衛星の打ち上げのコンポーネント問題から、この4機のうち2機は、 予備のためのスタンバイ状態に置かれており、合計10機が運用中である。それぞれの衛星は12機の操作可能なか、バンドアンテナを持ち、このうち2機はゲートウェイ用、10機は遠隔操作用である。帯域は4、3GHz で、1機あたり 1.2Gbps のスループットで、合計容量は衛星1機あたり 12Gbps である。 それぞれのアンテナの受信可能範囲はおおよそ直径 700km である。O3 ビットは音声通信の送受信の短方向0点子で179ミリ秒の0点子、データ通信の端末相互間の往復0点子が238ミリ秒としている。TCP 接続あたりの最大スループットは 2.1M ビット秒。O3 ビットは 開示用のソフトウェア向けで130ミリ秒のラウンドトリップレーテンシと 500mbit 秒の接続速度としている。衛星はヒカ、ガリウムソーラーアレイとリチウムイオン電池から動力を得ており、重量はそれぞれ7 0 0ラムである。衛星はタレスグループのタレスアレーニアスペースが製造している。最初の衛星はカンヌマンドリュ宇宙センターが製造し、残りの衛星は タレスアレーニアスペースのイタリアローマ工場で組み立て、統合、試験などが行われている。セ、テイクイアストーリーエニュエア。ありがとうございます。